5番の青木は先頭だ。その差は一車身半で6番田村二郎、さらには松尾博文、金さんの争いになっています。先頭は青木春近、どうやら先頭持ちこられた降臨。ありがとうございます。そうですね、最近まあ人を抜くのが下手なんでスタートでね、なるべく前に行ければなというふうに思っていたので、スタートがねうまく決まって展開が作れてよかったです。青山さんもちょっと独特なコース取りだったので、僕も2番手になって、まあ、少しずつこう差が縮まっていきながら、どういうふうに、ね、攻めようかなっていう考えながら走っておりました。うまいこと切り返しで、ちゃんと内側に入れたのでね、それが良かったんじゃないかなというふうに思います。音がだんだん聞こえてきたんで、それで、まあ、ちょっと3コーナーはうちが締めようかなというふうに思って締めました。タイヤが僕はグリップする方が好きなので、相性はいいと勝手に思っております。はい、そうですね、まあ、ちょっと車速を殺さないように、走る、まあ、練習がやっとこう身についてきたところもあるので、タイヤグリップするような、コンディションなので、まあ、そういうふうに、まあ、意識して走ってるところもあります。やっぱりこう年取ってくるとだんだんね怪我とかが怖いので、まあ1年安全に走れることと、まああとやっぱりね、こうファンの人に楽しんでもらえるようなレースを心がけるようにというふうには思って、毎年思っております。この5日間でもっともっと若返っていきたいと思いますので、応援よろしくお願いいたします。